見事中山記念を制しました吉田豊ジョッキーで染るすおめでとうございます鮮やかな逃げ切り勝ちでしたまずは今日のレース振り返っていただけますかそうですねあの先生とも話してもうこのまま競馬してくれと、えー、逃げてももう何て言うんだろうみんなに足使わすような感じでもうペースを取らなくていいからっていう感じだったんでまあ1,2コーナーでねスタートは良くて明日になりいけるなと思ったんですけど1,2コーナー からもう遅くもできたんですけどもう自分のペースでと思って、まあ、みんなに足使わそうと思って来ましたあのオクトーバーステークス去年10月にコンビを組んだ時よりも思い切った逃げにも見えたんですけれども、はい、その辺りいかがでしょうかそうです、ねまあ、中山の18 0だったんで、まあ、結構他にも、ね、北山はいたんでなんとか花に切りたいなと思ってたんで、まあ、思い切ってちょっと出してあとは馬のペースで行ったんで。 ま、本当に強かったと思います。最後の直線、中山の急な坂もありますけれども、はいはい、その辺りいかがでしたか？そうですね。あの。まあ、リードがねあったんで大丈夫だろうと思ってはい。最後まで頑張ってくれました。あの、前回組んだコンビを組んだ時よりも、はい、どの辺りに成長というのを感じられましたでしょうか？そうですね。まあ,あのまあ、もうあのこの前乗せてもらった時は休み明けだったんで。 そういうい意味では今回の開始前行った時もあしっかりしてるなという感じであとはもうゲートの中も今日はおとなしくて何て言うんだろうすごい精神的にも成長しているんだなという,ふうに思いました最後にパンサラッサ期待するところをこういう感じで自分の競馬ができると、ね、本当に強いんでこれからもこういう競馬ができて。 もっと強い馬に勝てるようになってくれたらいいなと思いますありがとうございました,ました中山記念を制した吉田豊ジョッキーでしたありがとうございました、はいはい